当にお疲れ様でした。今日はありがとうございます。はい、45周年にも凱旋ライブやっていただいて、はい、これからまた入間市で元気にしていただきたいと思います。ありがとうございます。で私も、はい、ここで引退なんですけども、11月18日から毎日日曜日なんです今度は東京のライブでどこでも行きますから、はい、お待ちしております。とりあえず12月の23日に会場どれでしたっけ、はい、東京会館です。行きます。ありがとうございます。はい、はい、本当にこれからも活躍してください。本当に長い間お疲れ様でした、はい、また一市民となって入間市民全員で一緒に、はい、応援する私も入間市を、はい、皆さんと共に元気に頑張っていきたいと思います。これからも元気大使でよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。入間市出身の小月渉です。今日はもう田中市長がもうすぐ任期を得られるということで、ぜひご挨拶伺いたいと思って来させていただきました。お忙しい中今日お時間作っていただいてご挨拶できて本当に嬉しかったです。とても気さくにお話ししてくださいまして、そして昨年の入間市民会館でのコンサートにも駆けつけてくださって、本当にいつも温かく応援していただいて、市長の明るさとエネルギーにいつも元気いただいてます。本当にこのコロナもどういうふうに行動を取ったらいいのか、緩めすぎても怖いし神経質になっても苦しいという中で、皆さん本当に行動の難しさをね感じていらっしゃると思いますけれども、でもなんか今日入間市でいろいろ西洋館含め入間市の街の空気を感じながら、ぜひ皆様こう気をつけながらね、以前の生活を少しずつ取り戻して楽しく過ごしていただけたらなと思いました。はい、これいきます。言っちゃった